い、こんにちは。お稲荷とママです。今日はね、台風で雨と風がすごくなりそうなのでお家でのんびりとしています。お稲荷くんは、まあ、柴犬のオスで去勢をしていないんですね。で、柴ってやっぱりお外でおトイレをしたい犬種なので、先ほどですね、まあもうお散歩以下のお散歩命なのでね、もうほんと家の周り一区画ぐらいだけちょっとザザーッと走ってお散歩のような、なんだかよくわかんないですけどそんな感じで行ってきました。今日はちょっと退屈しそうな一日なので、もうね、ちょっと噛んで噛んで楽しめるものをと思いまして、朝ごはんは鹿のうちわにしました。まあかなりの手抜きっちゃ手抜きなんですけど、まあ、時間をかけて噛み噛みしてもらって、歯ブラシの効果もあって、ね、一石何鳥でしょうかねっていう感じなので、もう稲荷くんも大好きで夢中になって食べておりますけどもね。そう、この白い歯がね、綺麗な歯でしょーっとね。はい、こんな風に夢中に食べてるんですけども、まあ、これ今何もしないでね、取ろうとしたらね、お稲荷くん怒るんですけども、ある一定のルールを守ればちゃんとできるよっていうところでね、ちゃんと上下関係をここでも見せたいと思います。はい、お稲荷待って、そう、グッバイ、座れ。お稲荷くん座れ。お稲荷、そう、グッバイ。はい、そうするとこうやってちゃんと自分が大事に食べているものでもとっても怒りません。食べてる時に取るのはもうそれ相当喧嘩を売ってるようなものなのでやりませんけれども、お互いのためにね、それはルール違反なのでやりませんが、こうやって指示を聞いてコマンドが入れば大好きなものも取れるよっていうところで、ちゃんと上下関係がねできてるかなっていうところですね。はい、お稲荷今まだね、待てのコマンドが入ってます。よし、いいよ、はい、はい、ということでむしゃむしゃと食べ続けておりますが、多分これ食べるとね疲れるので、あと喉もね乾くので、お水もね用意しておくといいかなっていう感じですね。ね、こんなの食べてる時でも触る分には怒りませんが、ちょっとちょっとやだねね、気になる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 、でも食べちゃう食べちゃう。はい、じゃあ皆さんくれぐれも気をつけてお過ごしください。僕はお家でのんびりします。はい、お稲荷、お稲荷待って、はい、皆さん気をつけてねって、またねって、どうもお稲荷くんでした。はい、いい子だ。はい、オッケー。